皆さんこんにちは、アゲハです。今回は私が過去の登山でやらかしてしまった大失敗エピソード3選をお話ししたいと思います。今後皆さんが登山される上で参考になればと思っています。それでは早速、1つ目は山にカメラを持っていくのを忘れてしまったです。登った山は北岳から納鳥岳の縦走登山です。北岳に行くためには芦安駐車場に車を止めて、シャトルバスやタクシーで広川原登山口というところへ行く必要があります。その駐車した車の中にカメラを忘れてしまいました。しかも気がついたのはバスが出発してからで、取りに戻るのは不可能でした。夫がスマホを持っていたので、なんとか写真を撮ることができましたが、せっかくの北岳から納鳥岳の縦走登山はカメラで収めたかったです。この時学んだ教訓としては、カメラはカバンの中にしまっておこうということです。2つ目は山頂を楽しみすぎてバスに乗り遅れてしまったことです。今となっては笑い話ですが、本当に焦りました。登った山は石川県の白山。いつも一緒に山に登っている友人の敦子さんと私の女性2人でした。白山はいくつかの登山ルートがありますが、私たちが選んだのは別当出会いから登るルートでした。夏はマイカー規制があり、駐車場から登山口までシャトルバスで行くことになります。行きは順調に登れていたのですが、山頂で遊びすぎてしまい、下山開始時間が少し遅れてしまいました。少し早歩き気味で戻りましたが、あと少しのところで間に合わず、最終バスを見送ることになりました。その時の絶望感は今でも覚えています。そこからはただひたすら林道を歩きました。周りも暗くなってきて、女性2人なので何かあったらと考えると不安な気持ちでいっぱいでした。先ほどマイカー規制があるとお伝えしましたが、何台かは登山口に止められるそうで、後ろから車が通り過ぎるのをただただ眺めながら歩くことしかできませんでした。そんな時、後ろから来た車の男性が私たちに声をかけてくださり、駐車場まで送ってくださいました。その方は下山中にお話しした方で、私たちがバスに乗り遅れないか心配だと話していたことを気にかけてくださっていたようです。本当に感謝しかないです。そしてご迷惑をおかけしましたと謝りたいです。この時に学んだ教訓としては、山にいたい気持ちはわかるけど時間は確認しようということです。最後3つ目は、お金が尽きてしまい帰りのリフトに乗れなかったです。これだけ聞くとバカなのって思うかもしれませんが、ちゃんと事情があるんです。登った山は G ヶ岳から唐松岳までの後ろ立山縦走登山です。白馬八方尾根スキー場に車を止めて、バスで扇沢へ向かいました。なんか北岳でも同じようなことがありましたね。そうです、私は北岳で車の中にカメラを忘れてしまったんです。なのでその教訓を生かし、今回はちゃんとカバンの中にカメラを入れて出発しました。扇沢へ到着し、記念に写真を撮ろうと思って1枚写真を撮った時に、 SD カードがないことに気がつきました。扇沢は黒部ダムに向かう出発点の駅でもあるので、なんと駅に SD カードが売っていました。思わぬ出費となりましたが、写真撮影が楽しめて満足でした。それに加え、もう一つ思わぬ出費がありました。それは後ろ立山連峰は水が高いということです。みるみるうちにお金がなくなっていき、八方尾根スキー場のリフトに着いた時、お財布を開けたら一人分のリフト代しかないことに気がつきました。そこからは歩いてスキー場を降りました。と言っても夏場のスキー場は草が生えていたり障害物があったりして、
まっすぐ降りることができません。夫と無言でひたすら道路を歩きました。この時に学んだ教訓としては、カメラの中の SD カードは確認しよう、またお金は少し多めに持っていこうということです。皆さんも登山中にやらかしてしまった大失敗エピソードありますでしょうか？もしあればコメント欄で教えてください。この動画がいいなと思った方は、いいねボタンやチャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それではまた次の山でお会いしましょう。さようなら。